1979年の阪急ブレーブスでは、1979年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。1979年の阪急ブレーブスは、梶本隆夫監督の1年目のシーズンである。梶本監督1年目の前期は、開幕6連勝と上場のスタートを切ったが、4月下旬から近鉄に引き離され、6月8日の時点で7ゲーム差をつけられた。 ところが、その翌日にチャーリー・マニエルが死休を受けて離脱したのを、木に、近鉄が急降下、その間に、半球が急連勝で急接近するが、近鉄が最終戦で優勝を決め前期は2位。後期は7月終了時点で唯一勝ち越して、頭一つ抜け出すと、近鉄の8連敗もあり、早々と独走状態。9月に、近鉄が急連勝で2.5ゲーム差まで迫るが、 10月5日に後期優勝を決めた。打撃陣ではこの年秀治から解明した加藤英治が絶好調で三冠王も狙える勢いだったが本塁打は8月に復帰したマニエルに抜かれ結局首位打者と打点王の二冠に終わり MVP もマニエルに奪われた。この年から打高等底傾向が強くなる中投手陣は 前年に腰を痛めた抑えの山口隆の不在を21勝で、最多勝ちの山田久志をはじめ、先発投手陣がカバー64関東はリーグ最多で、チーム防御率が3.84とリーグ2位だった。パリーグ初の5連覇がかかったプレイオフは加藤栄が無安打、ボビー・マルカーノも1安打で、ブレーキとなり、近鉄の山口哲次に抑えられ3連敗で敗退した。 優勝はプレイオフで決定。2位以下はプレイオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。